ヘレン・トーマス、ヘレン・トーマス、ヘレン・トーマス、1920年8月4日から2013年7月20日はアメリカ合衆国のジャーナリスト。57年間にわたってユナイテッド・プレス・インターナショナル、UPI に勤務し、ホワイトハウスでジョン・カイ・ケネディ以降の歴代アメリカ合衆国大統領の取材に当たってきた。ヘレンは1920年、 ケンタッキー州のウィンチェスターで生まれた。ミシガン州デトロイトで育ち、ウェイン大学に進学。1942年に学士号を取って卒業した。ジャーナリズムに関連する彼女の最初の仕事は、ワシントンデイリーニューズでの原稿運びであった。しかし記者に昇進した直後、新聞社の大規模な雇用削減のため解雇された。1943年、ヘレンは、 UPI に就職し、ラジオ放送の女性向けの話題を執筆した。10年後、UPI のコラム、ネイムス・イン・ザ・ニュースを執筆し1955年以降は、司法省、連邦捜査局、保健教育副首相といった連邦機関を担当するようになった。1959年から1960年にかけて、ウィメンズ・ナショナル・プレス・クラブ、WNPC の理事長を務めた。 1960年11月、ヘレンは、次期大統領、ケネリの取材をはじめ、1961年1月より、彼の後を追い、UPI 通信員として、ホワイトハウスに入った。ケネリの任期中、彼女は、ありがとう、大統領閣下の結び文句と共に、大仏座像、ザシッティングブッダとして知られるようになった。ヘレンは1972年のニクソン大統領の、 歴史的中国訪問に随行したただ一人の女性出版ジャーナリストである。彼女はニクソン、フォード、カーター、レーガン、ジョージ・ H.W. ブッシュ、クリントン、ジョージ・ W. ブッシュと共に世界を旅しすべての経済サミットを取材している。ヘレンは後に UPI のホワイトハウス担当チーフとなり、2000年5月17日に辞職するまで勤務した。彼女の辞職直前、 UPI は、ワシントンタイムズを抱えるニューズワールドコミュニケーション、NWC に買収された。以後、彼女は、フリーランスの特派員兼、キング・フィ・チャース・シンジケートのコラムニストとなった。誕生日がオバマと同じ8月4日のため、彼女が89歳の2009年には、ホワイトハウスに招かれ共に誕生日を祝った。クリーントン大統領大任に際して、 ホワイトハウスが作成したジョークビデオに一人だけ会見場に座って、クリントンにまだいたの。と声をかける役で出演している。2013年7月20日、ワシントンの自宅で死去した。ヘレンはワシントンタイムズの死休的な論調ゆえに辞めたのかという声に対し、NWC は文鮮名率いる統一協会と関わりがあるからだと応じた。 伝統的にヘレンはホワイトハウスプレス会議において最前列に座り最初に質問を行っていた。しかし2006年に行われた彼女へのインタビューによればこの伝統は彼女がもはや通信社の代表者ではないという理由で終わりを告げた。以来彼女はプレス会議中は後列に座っている。なお会見中彼女が前列に位置取るのは以前と変わらない。 彼女は毎日のように指名されるが、従来のように、ありがとう、大統領閣下と述べて、会見を締めくくることはなくなった。どうして、今は後列に座るのかと問われると、彼らは、私が好きじゃないのよ、私は多すぎるほど質問をするからと答えた。2006年3月21日、トーマスは3年間ぶりに、ブッシュ大統領から直接指名され、彼女は、 イラクについて質問した。アメリカ合衆国大統領ジョージ・ダブルー・ブッシュは、対テロ戦争全体についてコメントし、進行の理由について、サッターム・フセインが、査察を通じて、全てを明らかにすることを拒んだからだと得た。ヘレンは、保守的なコメンテーターから、彼女が、ブッシュ大統領に投げかけた質問に対し批判を受けた。ヘレンは、ブッシュ大統領への意見を公然と述べている。 職業ジャーナリスト協会での講演の後、サインを求めてきた者が聞いた。あなたは、なぜ悲しそうにしているのかとの問いに対し彼女は、は、アメリカ史上最悪の大統領を取材しているのよと、言った。彼女が答えた相手は、デイリー・ブリーズ氏のスポーツライターで、彼女のコメントは出版された。その後40年以上にわたった経歴の中で、初めてプレス会議で指名されなくなると、彼女は大統領に、 謝罪の手紙を送った。2006年7月18日のホワイトハウスプレス会議において、合衆国は全くの無力ではありません。合衆国はレバノン爆撃を止めさせることができたはずです。イスラエルに対し十分な影響力を持っているのだから、レバノンとパレスチナへの集団懲罰、コレクティブパニッシュメントを支持する、それがこの国の考えだということです。 報道担当官、トニースノーは応じた。ヒズボラ側の見方をどうもありがとうと述べた。2010年5月27日、ヘレンは、ラビライブ .com のインタビューで、ユダヤ人たちは、パレスチナから出ていけ、あの人たち、パレスチナ人たちは占領されている。あれは彼らの土地だ。ユダヤ人たちは、ポーランドでも、ドイツでも、アメリカでも、どこへでも帰ればいいと発言し、 物議を醸した。彼女は後に謝罪したが、アメリカのユダヤ人団体、名誉毀損防止同盟、ADL が十分な謝罪になっていないと反発したほか、ロバート・ギブズ大統領報道官は攻撃的で非難されるべきホワイトハウス特派員協会も弁解の余地ない発言と批判した。この責任を取って6月7日、ヘレン・トーマスはジャーナリストを引退した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。